はい、こんにちは。オンライン今日の一戦行きたいと思います。今日の一戦はですね、今週はデイリーインテルラゴースサーキット GR4 5周行きたいと思います。挨拶済ませた、よろしくお願いします。はじめまして、あと10秒あるか。さあ、いかに月火水木金土、今週このデイリービーは今日と明日で終わりですね。また来週違うコースになります。このコース今週は上げたかな、今週上げてないと思う。これ初めてかな、今週のデイリーは。まあいいや、一戦行きたいと思います。俺1分45秒210ではい、デイリーです。で、6月17日デイリービーインテルラゴスサーキット5周行きたいと思います。シルビアです。グランツーリスモ仕様、14台中11番スタートですね。トラクション2で行きます。そして車内モード行きます。車内モード、運転席モードで、やっぱ運転席モードで鳴らした方がいいなと思うんだよね。そっちの方がなんか感覚が自分で乗ってる、ね、今まで乗ってたような感じになれるんで、じゃないかな、ね、運転席も。慣れたら、初めメーターでやってるし、慣れたら運転席モードに戻せばいい。最下にちょっと黙りません。タイヤ滑ってるのかな。三速コーナー、お、前の車ペナルティだ。多分コースアウトしたのかな。接触かな、それとも。またゴーストで、お、また抜いた。カットんでいくね。誰かスピンしたぞ。ラッキー。追い越し禁止。前ペナルティだからあれは抜けると思うな、前の車。またせっかくいいとこ行ってたんです。やべえ、かなり抜かれたな。いや、横にもいるのか。やべえ、ペナルティ食った。ちょっとはみ出た。やっちまった。コースアウト、ちょっとペナルティ 0.5 か。まだ今2周目だよ。これここ出るとペナルティなんだよな。なんなければいいけど、またなってない。ギリギリか。やばい、はみ出た。
してペナルティー消化のポイントに行きます。あの前の黄色いとこです。ここです。 0.5 秒早いな。また誰か出たな。追い越し禁止だった。イエローフラッグ。あ、誰か止まってたわ。それで一台スピンしてるのか。またペナルティ食った。いやー、今はコース外ちょっと出ちゃったからな。やばい、抜かれた。スタートしたらペナルティーだね。厳しい。前ちょっと見えたけど結構遠いな。乗り上げればね、回りやすいんだけど、膨らまないで、ね、いけるけど、ここもゼブラなんでね、ゼブラ使って曲がるんだけど、秒数そんな変わんないんだよな。次ファイナルか。40何秒なるか。46だ。速い。速いけど追いつかないんだな、マイルグラン。マイルグランもっと速いタイム叩けるから追いつかない。これ45秒だからな、マックス速くて。いや、ここ出たらペナルティだ。逆クーズのペナルティ。お、来なかった。珍しい。
全然追いつけない前の車。ゼブラタウンだね。ゼブラタウン。ここもゼブラ使えばこれ曲がってくれるでしょ。膨らまずに曲がってくれるけど、タイムそんな変わんないんだな。ここもゼブラ。離れてるのは前、あの地図見たら全体マップ。40何秒だ、47秒。早いんだけどな、結構。12位か。トップと差36秒。そんなに離れてないんだ。ということはみんなが速いんだ。みんな結構36秒の間に結構中が、みんな前半だよな。ありがとうございました。あ、間違った。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びましょう。じゃあ今日の一戦終わります。ちょっとやめます。下結球また見てね。